こんにちは。どうも、ボッカ監督と申します。ワールドサッカーコレクションです。わさこれ。今週もやっていきたいと思います。はい、ボッカ監督ゲームチャンネルでは毎週水曜日15時ですね、わさこれ動画を配信しております。はい、それではやってきました。強豪国確定 NDS 確率、アップ5連パックとね、来てますね。あとこれとね、なんたらガチャ、何ガチャやったかな。もう一つステップアップガチャやったかな。はい、これですね、ステップアップ11連ガチャが来ております。でね、とりあえずまあ、リーグ戦の方ね、確認しておきましょうか。ちょっとね、今週見るの初めてなんですけれども、あ、ちょっとわかんない。順位表、現在8位ですね。まあ、3勝3敗ということで。うん、まあ、悪くないですね。まあ、結局ね、選手もね、プレミアになんとかね、残留しました。何やったかな、最終順位ちょっと忘れましたね。どっか見れるかもかっていうのは気するけど、まあ、いいでしょう。これか全然違うかった。はい。まあ、とりあえずね、やっていきたいと思います。ですね、前回のイベントなんですけれども、ユニオンカップか、ユニオンバトル、がありましたが、実はですね、そのね、報酬のね、まあ、受け取り期限がね、とうの昔に切れてたみたいで、なくなってしまいました。僕はこのガチャをね、今日回そうと思ったんですけれども、非常にね、残念なことに、というかもう、ちょっと、これはちょっとありえないなと、確認不足で本当にすみません。ガチャが引けません。はい、ということで今日はね、まあ、どっちかのガチャ引きたいと思います。ステップアップガチャ、ステップアップ11連ガチャか、もしくは、強豪国確定 NDS 確率アップ5連パック、どっちか引くしかないですね。ガチャ券もね、ちょっと見たんですけれどもね、一つもなぜかないというね、残酷な状況になってまして。まあ、仕方がない。ステップアップ。まあね、そのね、まあ、やってしまいましたけれどもね、まあ、そのついてないのをね、どっちかでね、うまいこと。はい。そのおかげで、ま、これを蹴るわけですから、ね、来るかもしれないですね。という、まあ、オカルトなことを言いながら、どうしようかな。どっちがいいですかね。初回 NG、こっちが20個で蹴れる、こっちも30、まあ、どっちも一応蹴れるということで、こっちが30、こっちが20ですね。ちなみにこちらの方が、ND、5連か。こっちは5連か。NDS 確率、最高6倍まで確率アップ。うん、強豪確定。うん、いいですね、また。なかなか、いや、微妙やな。あー、なるほど。NDS、NDG、ガチャ券、ガチャ券がつくということでね。しかし NDS の倍率が1倍。ポルトガル NDS 券は欲しいけど、この NDS、NDG 券はね、ちょっといらないですね。僕はよくね、これね、いつも蹴っては NDG が当たるんでね。もう、なんか NDG しか蹴れるしかない、蹴る気がしないですね。で、こちら、ステップアップ11連ガチャ、これ初めてちゃうかな？こういうステップアップガチャっていうの。なんか微妙に違うのはあったような気もするけども。ステップアップ11連ガチャ。NDS は、コスト30以上が確定。NDS を複数引ければ、なんと、NDS は引いた時点でコスト30以上が確約されていると。これは素晴らしいですね。大量獲得のチャンス。これでもね、NDS って大概1枚しか来ないですよね。NDS 確率が最高10倍まで、超絶アップ。すごいな。とりあえずいきなり蹴っても6倍あると。エナジーボール30個の11連ガチャ。すごいな。で、CLS、GCS も確率3倍。やたら、あ、これステップアップ、あ、ステップアップ、あ、ステップ1ね。はい。NDS はコスト30以上確定。しつこいな、結構。まあ、このステップ2まではいかれへんけどな。エナボ30個、31個か。から、行こうか、これ、ステップアップガチャ。ねえ。行こうかなと思います。9時30分。ちょうど9時30分ね。この00的なやつで蹴ったらいいの当たるんちゃうかみたいな。おー、6倍か。行こうか。行きますわ。そして NDS を。NDS さえ引ければね。もう勝ちですからね、これ。さあ、よっしゃ。おー、めっちゃいいな。これ金以外やな。もう NDS 蹴ってくださいみたいな感じでめっちゃ流れてるやん。行け！よっしゃ、あっしょ。マジか。あかん。見ていくのが怖い。でも10連やからな。30個で10連やから、まあお得、得したよな。いや、まだわからん。希望を捨てたが。コスト17か、ここで。17。早く増えてくれ。NDG。クロアチアの選手ね。NDG。お、カルバハル。お、これなかなかええんちゃう？ NDG。何？コスト26。うわぁ、もう、絶望しか待ってへん。いやぁ、出た！インシーニエ！めっちゃ来る。
何回来たんやろな、これ、K。もう動画だけで、めっちゃ来てる気するもんな。しゃあない。一発逆転、あるか。ないか。だって、ミキサーないもんな、あんまり。いやー、いかついな。やっぱりいかついな。めちゃめちゃある、MTG。CLS はどない?あ、CLS はちょっと無理か。ということは、NDG を蹴り倒さなあかんってことか。そうですね。はい。そうみたいです。いきます。NDG。蹴っていきましょう。とりあえずな、この辺いらんねんな。なんか同じ選手いっぱいおって。これ誰?ウンティティ、ウンティティなんかもう一個あったよな。新しい版のウンティティ。これがウンティティじゃん。ね。コスト19。21やけど、まあ、21蹴ろうか。ええか。行こう。はい。フランスに彩られるね。ミキサー行きたいと思います。フランス NDG にね、彩られてますから。もう NDS なんて1個も回ってんで。一応回ってるわ。うわぁ!これは難しい!無理だ!はい。マトゥイディ。おぉ、コスト25。まあまあいいやん。まあ新しいカードですね。できるだけ早く蹴っておきたかったかな。それやったら。次。何とか今当たったとこやろ?マトゥイディもいいし、どうしようかな。一応ね、NDG もね、ちょっと置いときたいんですよね。スモーリング、多分使わんでしょう。アンドレ・シューバー、クリロナ2世と呼ばれるね。はい、オランダの選手と、これが、パデリ。どうしようかな。ここは?マルコログ、ちょっとどう見てもな、いらんっぽい。ウンティティ二人もいらんやろ。ハルマハル。あ、オフェンスダウン、今日。ライトウィング、これいいやん。でも、さっき当たったやつね。何やろ、マートゥイディやろ。この辺は誰、これ、よっしゃ。行きましょう。じゃ、NDS 蹴らしてくれ、一回ぐらい。なんかうまいこと騙された気するわ。あの、ステップアップガチャね。もう全然来へん気。死んちゃうけど。ああ、斎藤学ぶ。こう、マリノスの中盤を受け継いだ男。斎藤学ぶ!コスト20。失笑しか起きない。なんとかなれんのか。さあ。ストロートマン。いらんな。起きていきます。逆転でマジで引いてくれ。あかんわ、これ。ちょっともう NDS が流れてくる気配ないもん。で、案外蹴った時に、ああ、行ってもた。おぉ、カルボハル。また当たった。オフェンスダウン。今度はこっちか。これは、でもどっちもね、僕、このね、スキル、エクストラスキルね、集めてるんですよね。集めてるというか、レベル上げてるんですよね。そういった意味で、非常に嬉しい。はい。ということで、今日は、こんな感じですか。そうですね。もうすぐね、コスト30以上ガチャ券が手に入るということで、あと30日か、これでも。30日切ってるか ?20 日くらい ?22 日やね。来月にはこのコスト30以上ガチャ券が引ける。あとは、特になしか。コーチカードか。いやダメっすね。シャーレ集めろとか。マイケル・オーウェン、イアン・ラッシュ。この辺もね。ちなみに、このね、アカデミーのね、課題の、まあ、未習得分っていうのはね、全然ね、まあ、なくならないんですよね。いつまで経ってもこれはあり続けるという。はい、なんで、取ってないんですよ、わざと。まあ、取るのもめんどくさいしね、結構、コーチが事件とかね。まあ、必要な時にまたね、取れたらいいかなと思います。取ったらいいかな。必要にですね。あれへんぞ。やっぱり、カードは全然ないってことですね。カードというか、ガチャ券。ガチャ券はな、結構取るからな、絶対。今現在の状況。ストアは無理。前 CLS 蹴ったな、そういえば。はい。まぁ、こんな感じか。今日ちょっと内容するけどな、ステップアップガチャ、10連引いたけれども、やっぱりね、
星5でした。なんか知らんけど、結構星5にはね、愛されてるみたいでね、これ。ステップ2も行きたかったけどね、ちょっとどう考えても無理やね、40個。足りないのが38個ということで、まあね、今確認した限り、エナボがね、5個と1個で6個あったんで、8個か。ちょっと無理ですね。こんなプレミアムガチャとか絶対引いたらあかんからな。ステップアップ11連ガチャ、残念ながらね、ステップ1。残念、本当に残念。最高が星5インシーニエということでね。まあまあ、なかなかね、辛いガチャとなっております。ちょっとまあ、お気をつけてということで。はい。今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。